ハロー、こんにちは、ニハオ。皆様、マステクのアットギでございます。はい、同じくトシです。今日は2人で久しぶりにスマブラの方をやっていきたいなと思います。というわけで、編集した動画ですが、どうぞ。あ、届くんだね。あ、グッバイ。おーい、グッバイしてくれたらいいのに。よし、君の運命の人は僕じゃない。最高でしたね。うん、じゃなかったね。いや、今の動画になるでしょう。僕じゃない。あぶねーよー。あ、やめてよ。うわ、ずるい。なんかちょっと頑張ろうとしたけど無理だった。何、あー、 PK サンダー簡単期間か、遠距離だもんな。おー、お前地味にホーミングの俺が高い。何、届かんか。俺がクライミングハメによし、 OK。 無理か、復帰できる。いや、わかる。いや、PK サンダー復帰はね、めちゃくちゃ難しい。わかる。レディー、お、レレレイ、レレレレレレレイ。たしまき。あ、待って、嘘やろ、オープンねー。待って、あばよ、かかかかかか。あ、やりがち。わかる。あの、クッパ系統、それあるあるだよ。そうそうそう、クッパとかこういう系統はやりがちなんで、これは。やめろ、投げるな、俺を。あ、グッバイ。よし、オッケー。カツオキ扇風客。お前、カツオキ扇風客とさ、エフェクトか。それだ。で、通常攻撃、それ。うん。てえな、通常。え、待ってよ。え、上に乗るんじゃないの、それ。下に行くの。え、よし、よし、よし。行け、よし。俺も乗るんかい。ちょっと待って、丸ボタン、上押してんじゃんだからよ。なんで上押すの、反応こんなに時間かかんだよ。やっぱ問題だな、これ。いいじゃないとダメ。B じゃないとダメだ。確か B じゃないと。ああ、なるほどね。そういうことか。なるほど。なんだあれ、なんだあれ、なんだあれ、わかんねえ。俺に聞かないで。ちょっと喧嘩を売りに行こう。誰、なんで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 、え、お前なんかした。ああ、いや、近くに行ったらなんか見られないんだけど。はっ、ちょっと待って、あいつずるいぞ。いや、ちょっと待って、あいつせけえって。あいつ、あいつ、やだ、いつまで、いつまでいるの、あの人。わかんない、あれ、いつまでいるんだよね。いてえよ。お、よっしゃ、やっと死んだ。おい、やめろ、それ俺の、俺のおかん。やっべえよ。あれ、きつい。あれ、やべえぞ。あれ、やべえって、マジで。なんだっけ。ああ、そうなっちゃう。ちょっと待って、俺近寄ったよ、俺近寄ったよ、お兄さん。ああ、よし、オッケー。ジェットスリーバタクだ。うおー、つれー、待って、バカみたい。ほんとにつれーな、あいつ。ナイス。しかもちゃんとかん。いや、かんねーよ。ナイスだ、よくやった、アーリージェネックスバードマン。やべえ。このステージやめえ。いや、ほんとだ。あいつ味方につけたもん勝ちじゃねえか、ほんとに。よし、オッケー。グッバイ。帰ってこなくていい。あ、痛い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 。横になんか使ってる。あ、マジ？ここもあれある感じ？やめろ、おいやめろ、おいやめろ、このポンハブ。おわぁ。はいはいはい。一緒に帰ろうぜ。上がってこいや。
なに俺が壊したのに。あ、まず、あ。なに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 俺が来てわ。移動ばっかりじゃなくてさ、食べたいぜ。お前の方がダメージ食らってることに気づけよくそくんやろなんでお前、あの人を抱いてからのその行動そんなに早いの君は。あ、なに、え、ちょっと、おいおい、待て待て、お前、おい、落ち着け落ち着けおい、なんだお前、落ち着け落ち着けもがいてたけどよし、この武器のコンビネーションを見たか。うい、エクスー、あ、当たるの当たるっけ、崖って。いや、当たるよ、あの無敵時間消えれば。あーね、何、あ、それやばい、さすがしか言うよ、しょけ、いや、まだ生きとるんかいお前、グッバイ。さすが魔王様、あ、働く、働け魔王様だろえ追いかけなきゃよかった当たれ、当たんねえか、当たる。こんくらいのリーチあってもいいと思うけどな、あんだけため時間あったら。いや、当てた時もどうなんですよ。まあね、軽かったっけあれって、そんなに。かなりある。マジ、あ、やったぜ気持ちいい。おぶんだ、おぶんだ、八つったか、あいつ今。うん、八つったよ。ういん、まあ、女の子を燃やして楽しいか。薄い本的にはありだな。マジで？やばい、オクトパス来る。オクト、あ、変わってねえのか、それは。あれ、え、あれ、そんなんだったっけ、誘拐する系だったっけ、誘拐し、なんか誘拐していた。え、待って、あれってなんか、足元にいるやつにダメージを与えるみたいな感じじゃなかったっけ、あれって。そうですね。なんかわかんないけど、誘拐できました。なぜわかんない。何、あの、あれ、もう、触手で女の子をいじめるのは、ちょっと画像的にあれだから誘拐する方が健全だと思ったのかな。そしたら誘拐された先での男の子たちの想像が膨らむよ。あ。しかもちゃんと入ってったね。はい、皆さん今日も動画見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。僕たちマステクの動画楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント等よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。